おはようございます。本日のスナックチラー、入間ひとま先生の瞳の探し物です。瞳を中心にした5つの短編の作品集。様々な読み味がありますが、個人的には光の消える朝が大好きです。田舎の街を舞台に光とシンバは潰れたパチンコ屋で遊んでいました。しかし光の引っ越しやクラスメイトたちもハイパチンコ屋に来たりと少しずつ変わっていくのです。瞳、光、パチンコ、玉。一つ一つが噛み合ってクライマックスとんでもない熱量の風景が描かれます。ぜひお読みくださいませ。